兄弟たちよ、クリストは今日、私たちに、その、パンと魚を増やした奇跡を説明してくださいます。その奇跡は、やっぱり感謝の際、エオカリスティアのイメージです。私たちが知っています。その、クリストの奇跡は、教会に奇跡になって、 そして、私たちには、クリストの死と復活をもたらす非責。私たちに、イエスクリストの勝利を与える。与えてくださいます。感謝の祭儀。感謝の祭儀は、中心です。教会の中心。私たちの日常の生活の中心。私たちのクリスト者としての生き方の糧、の土台、の支え、の中心。 その奇跡は私たちを生かす。クリストが死から復活しました。弱さから強さへ。奴隷の状態から獣の,の状態まで。この杉越し、この杉越しの神秘が、そのパンと魚を増やした奇跡を説明する。その奇跡を弟子たちがまだまだ分かっていません。私たちと同じように。 まだまだ深くまで分かっていません。理解していない。でないと、本当に私たちがこの感謝の最期の豊かさを、理解し、そして分かって、そしてそれによって、え、生かされているということを経験したら、私たちがいつもどんな状態にも復活されたものとして生きるでしょう。 しかし、実際に私たちが今日の福音の場面と同じように怖い。怖い。自分の無理よさを何度も何度も経験しています。私たちが自分の不信感を見るところが多いです。だからイ、イエス u リストがは私たちが毎日起きた時には私たちに命令、激しく強くて私たち に命じ、明じするんです。船に入りなさい。教会と共に、兄弟と共に、その、海に入りなさい。私の先に行きなさい。怖いよ。怖い。だから毎日私たちがちょっとね、その、その日の問題、その日の苦しみに、ものすごく入りにくい。 その日に、もう本当に若い人でも、年を取っている人でも、もう主人、奥さん、神父、別に区別がない。でしょみんな、私たちの前に現れる日の前に震えます。怖い。きっと、一日一日一日、すべての日には、なんとかの怖い。 小合わせるポイントがあります。事実があります。出来事があります。その人間関係、その病気、その仕事のトラブルなど。いっぱいでしょこの波。今日の福音に現れる波。そして、反対の風。何回も何回も。本当に進められない。みたい。もう本当に先に行くことができないぐらい。そして、暗い。 何も分からない。何もできない状態。怖い。怖い。死に怖い。死を恐れています。霊的な死もちろん。ある時には肉的な体の死も病気であったら癌にわずらっていったら、けれども毎日毎日その波の前に怖い。その波が私たちを、私たちを圧迫する。私たちを震えさせる。私たちを 殺そうとする。相手の性格。その問題。その苦しみ。その悩み。その子供との関係。などなど。自分の性格。自分に与えられている。なんかぶつかっている。その弱く、肉よく。性欲。いろいろあるでしょう。その生明けの、生けの気持ち。などでしょう。いっぱいあるんじゃない裁き。文句。私たちを追う。おで、クリストは 私たちを生かすと同時に、密かなところに、その山に登って、一人ぼっちで祈る。いつもイエス・クリストは大事なことをする前に祈ります。一人で祈ります。一人ぼっちで祈ります。月生マニのイメージでもあります。月生マニの時には三人の弟子が彼と共にいたんですけれども、やっぱり三人の弟子が寝てしまった。疲れていた。疲れていた。その夜に、 ね、投げ込まれた。でしょ今日の福音と同じように、祈ったのはクリストだけ。だからクリストは、私たちを、え、船に、え、乗るように、命じでいても、激しく強くて、その明治をしても、彼が私たちから離れない。彼が私たちのために取り継ぐ。彼が私たちのために祈る。彼が私たちのために、めに苦しむ。戦う。祈る。 ゲッセマニにしたように。だから、だからこそ、夜明けが近づくと、つまり、その夜が終わろうそ終わり、終わりそうというその時間には、クリストが海を歩んでいます。海を歩みながら、弟子たちに近づきました。え、みんながその姿を見たと、やっぱりわからないんです。わからない。イエスクリストが復活した時と同じように、あなたが誰であるかわからなくなる。 ちょっと引用されたじゃないんですか。彼らが、クリストがメシアであると、いうことをまだ信じてなかったから。彼がパンを増やした時には、メシアの印を与えたということも理解してなかった。だからクリストはメシアであり、すべての旧約聖書の流れでは何回も何回も、神は海を指導する。海の上に道を開く。 歩むという予言があります、の、ありましたのに、あるのに、彼らが全然ピンとこなかった。ピンとこなかった、今日たちよ。だから怖かった。私たちと同じように。イエス・クリストは私のことを本当に心配しているのか本当のメシアであるのか私が今この状態にいる。彼に従ってそちらに入ったかもわからない。三番目の子供、四番目の子供を産んだ。この人と結婚した。けど、 今の状態は何であろうか何であるかクリストですかいやいや、これ幽霊同じ。復活されたクリストと同じような時。本当に同じような、えー、経験だった。これは幽霊です。マグダラのマリアもそうだった。これは幽霊です。クリストは私たちに今日、そして毎日います。恐れることはない。私私 この私だという言葉は非常に大切。私はあると同じような言葉です。神が猛然に現れた時には、同じこと言いました。私はある。私はある。私だと。私。私神。私はあなた方と共におられます。という意味です。私である、この姿が私であるということだけではなく、今、海を歩んでいるのは私であるということだけではなく、これをもちろん、 これも、これの意味もありますけれども、もっと深い、もっと広い意味があります、兄弟たちよ。つまり、私は、あなた方を離れたことはなかった。私はこの嵐、この問題、この罪の状態、この、の結果である、その死、その墓、その夜、その波、その風の中には、私はある。 私はあなた方と共におられ、私が神としておられ、おられます。私は神です。ですからあなたのすべての状態は私の状態です。あなたのすべての状態の中には私がいます。だから先に行きなさいと言われた時には私が祈りを通して予言ですね。予言。なぜかというと、月山のところではクリストは本当に自分を捧げた後で、 クリストの柔軟は、その月生マに祈ったことの実験でした。クリストは本当に自分を捧げたのは、十字かもちろん、けどその十字架に貼り付けられる前に、彼が本父に、そして全ての人々に自ら自分を渡したのは月生マニだった。だから同じように、山の上には、祈った時には、彼が、彼らと共に、彼らのために、自分の命を捧げた。彼が自分の命をその海、その問題に、 すてそして復活しただから歩きます巨たちを。だから海を歩きますであなたはこの経験をするように。ペテロが信じなかったから本当ですか歩む、私も同じように海を歩むように。でクリストはさあ来て行ったらけど信仰がなかったから沈まれた。私たちもこの不信仰を経験しなければならない。 だから毎日の状態は私たちを知らせる。自分が誰であるかを分かるために、そしてクリストが誰であるかを。それを復活。これをすぎ越しの経験。すぎ越し。そしてクリストが手を伸び,伸びて私たちを復活させます。彼がした経験、彼がした死と復活の神秘が私たちに届きます。これは感謝の詐欺の意味。 それによって、この経験によって、彼らに説明しました。私たちにも説明します。私たちは感謝の最期に預かった時には、今日の場面を経験します。自分が弱い、不信仰自分が本当に信仰が嘘を疑っているけれども、沈まれていても、クリストが手を差し伸べて、私たちを復活させます。これは私だ。これはクリストの経験。私だ。という言葉が、 私たちに届くのは、その差し伸べられた手を通して届く。手を握られた時には、手を取られた時には、復活された時には私たちが、クリストが神である、メシアである、私を救うことができる、今の状態は全て意味がある。向こうぎ向こう側のところまで行くための必要な歴史、必要な状態。クリストが私と共におられますから、クリストが私だということであるから、 彼が私たちと共に、目的地、つまり永遠の命、約束された地、つまり主人への、主人を愛する、その向こう側、子供をそのまま受け入れる、その向こう側まで、彼と共に行きます。彼に活かされて彼と共に行きます。